第1試合注目するフレッシュマンクラシック3分3番号です。アボガークロスポイント基準に所属171cm69.35kg リーダーマックス。赤コーナーシーザージム所属177cm69.5kg オーダー吉井亜希。その明日へ飛び出すのは大高ニーズマックスか。さあグローブを合わせた最初にミドルキック3連発でいきました。髪の毛を金髪に染め上げているのがニーズマックスです。体を浴びせていく上になった大高。重田さん、はい、最初の攻防いいですね。これはもう、ニーズマックス狙っていたんでしょうね。そうですね、はい、うん、切り崩していく。さあファイトの声がかかって今度は首相撲を行こうというか、いやー太田これは投げを打っていきます。腕を絡めていった。しかしこれはポイントにはなりません。さあ宍戸選手、はい、この太田義明という選手ですね、はい、シーザー陣でも非常に期待の選手だというふうに聞いているんですが、そうですね、まだ今ちょっとまだ地に足がついてない状態なんですが、なるほど、もう少しこの攻撃しのげれば落ち着いてくると思います。先制攻撃を仕掛けたのはニーズマックスでしたね。そうですね、ちょっと硬くなってるみたいですね、見た感じも、はい、パンチの打ち合いです。重田さん、はい、その攻防の中で太田の方がもうだいぶ顔面真っ赤になってきていますね。そうですね、ニーズマックス選手は名前がすごく言いづらいんですけど、はい、ニーズマックス選手はアマチュアで5000ぐらい、してて、まあ、多分リング慣れしてるっていうのはあると思うんですよ。ライズとかのアマチュアなんで、ちょっとまだ太田選手がなかなかこう落ち着いて戦えないんですけど、うん、ただこの選手はシーザージュニアで早くからなんかこう、そうですね、そう、逸材として注目された選手なんですけど、僕らプロ選手とも、ね、ガンガンスパーリングやる選手ですから。シュートボクシング創始のシーザー武史会長自ら大いに期待できる新人だと、こういうコメントもあります。そして重田さん、はい、この階級中量級ですね。そうですね、やっぱりがぜん注目を浴びる階級ではありますから。そうですよね、シュートボクシングエースカップっていうでかい目標がありますし、はい、またあパンチの押し、はい、あいいですね、これ入ってますね、ニーズマックス選手が。やっぱり目標がありますよね、この選手、このクラスの選手たちを見てると。まあ、S カップだったり、その K-1 だったり、ローキック、そして右を振り回していくニーズマックス。パンチを返す太田です。あ、太田ちょっと下がってしまう。そこに前蹴り、シード選手、はい、ニーズマックスのパンチも非常にこう荒削りではあるんですが、荒削りですけど当たってますね、はい、なんか距離がちゃんとニーズマックス選手の方が合ってますよね。距離、太田選手まだちょっとそのパンチがしっかり見えてない感じがしますね。そうですね、やはりそのあたりも重田さん、さっきおっしゃいました試合感というもの出ているのかもしれませんね。そうですね、やっぱりちょっと先手取られちゃいましたよね。そう、そしてその先手を取ったのが今のミドルキックでした。膝を打ち込んだところで第1ラウンドが終了しています。さあ宍戸選手、はい、出たんですが、はい、綺麗でしたよね。綺麗に投げられましたね、もう文句はつけようがない。あ、セコンドではそうですね、シーザージムの仲間たちからこれ後頭部をアイシング氷によって冷やしてもらっているのが赤コーナーの太田でした。さあセコンドアウトの声がかかっています。シーザー会長の劇も入りました。そうでしたね、5ラウンドですね、そうですね、はい、さあ最終ラウンド、先に突っかけていったのはダウンを奪われている太田です。左右の連打、ニーズマックスはこの蹴り足を掴んでパンチ。いいですね、太田選手蹴りが出るようになってますね。どうです、インターバルの間で宍戸選手、はい、だいぶ太田の方は戻してきていますか。そうですね、もう吹っ切れたと思いますね、ダウンも取られて、そうですね、ポイントも取られたんで逆に投げ打つという感じで、ちょうど低かったですね、今のは惜しかったですね、体が綺麗に変わりましたけどね、飛び上がっての蹴りからパンチ。第2ラウンドにダウンを奪ったのと宍戸選手、これ同じようなタイプのパンチでしたか。そうですね、振り下ろすような形で、ニーズマッ
ックス選手は投げできますね。できますよね。組んでから投げが早いですね。ねえ、すかさずこれちょっと、あ、行きますよ、行きますよ。あ、しかしこれは腰から崩れ落ちた。うわ、すごいな。すごいですね。すごいですね。先ほどあの篠田さんから迷いがないという言葉ありました、それが本当にそのまま出ている感じがします。このラウンド本当に思い切りがいいんですよね、水松選手は。ボディ打ちも続けます。そして左にミドル。ここから蹴りまで繋げてもらいたいですね。あ、当たってきましたね。効いてる。今度は太田効いてる。バックアンドブローも見切っていました。今下を蹴れば一番効くんですけどね。もうエノの余裕はないですね。パンチで行きますね。太田が詰めていく。アッパーも織りませる。さあ組んでから右シード選手ニーズマックス、これだいぶぐらついてきました。そうですね、細かいパンチが当たっているんですが、そこからつなげていかないとちょっと厳しいですね。1分切りましたから、ここは行ってもらえるんですよ。先ほどあの位置からローが欲しいというお話ありましたね。そうですね、上に攻撃を集めてそこで下に行けば、さあニーズマックスもここからこのラウンド掘り返すのに必死です。大丈夫でしょうか。レフリー転んじゃいましたね。そうでした。さあ非常に熱くなってきました。太田義明対ニーズマックス、残り時間は30秒を切っている。ラストラウンド、もう一踏ん張りですね。もう一絞りですね。ここからが大切ですね、ここからも十分逆転できますよ。組んで膝、177センチと長身の太田、もう捨て息をしていますが、ニーズマックスに耳を振り下ろします。残り時間少ない。第3ラウンド組んで、ここから投げは打てません。この流れの中、最後に大技を、蹴り技を打ち込んでいきましたニーズマックスですが、友情に仁王立ちしました。太田試合終了しています。さあ重田さん、はい、共にデビュー戦だったんですが、本当にこれ視力を尽くしたという印象がありました、ね、デビュー戦同士とは思えないような、そうでした、非常にレベルの高い試合でしたね。そして非常にこう何か2人の闘争心というんですか、心が、そうですね、本当に、気持ち強い同士見えましたね。やっぱり太田選手はちょっと先手取られたのが最後まで響いてしまったような感じがしました。そうですね、1ラウンド痛かったですね。さあ勝敗は判定によって決まります。2ラウンドに、ニーズマックスの方がですね、投げでのポイントを奪っています。そしてダウンも一つパンチにより奪っています。さあ判定の発表です。レフリー茂手木29対26、青コーナーニーズマックス、1人目ニーズマックス、ジャッジ黒田30対26、青コーナーニーズマックス、ジャッジ黒田30対25、青コーナーニーズマックス以上3対0の。お聞きの通り判定は3対0、ニーズマックスが太田義明を下しています。